キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあスカウト編成能力チェックパート2。はい。今日はオリックスバファローズです。はい。ね、最近強いですからね。最近強いですから、うん、そのやっぱ謎を解きに行きたいよね。はい。そういったところでは昨日のね動画でも言ってると思いますけども、はい、あの査定評価はねこういう風になってますけども、はい、まあだからプラス評価された選手ね、まあ2018年まではやってあるんだけども、はい、プラス評価になった選手は山田、うん、投手、はい、リリーフ、うん、B から BB になりました。あ、複数年。だから40試合以上登板を複数年したんだね。はい、うん、そして次に若月選手お、BB から S になりました。おお、タイトル、タイトルゴールデングラブ獲得したんで S になりました。はい、BB から S はすごいよな。大きい。しかも若月選手は13年のドラフトすごいな。吉田が BB、 東明 A、 若月 S だからね、うん、これも完璧だね。吉田って、うん、あ、吉田和正ね。そうそうそう、俺の引退試合で、はい、あのフォークばっかり投げてきて、はい、俺を三振取った男まあ仕方ない、あの時オリックス優勝争いしてた、はい、仕方ない。しょうがないですね。で続いて2014年の山崎幸也、うん、はい、無印から A になりました。お、そして2位の宗が無印から SS になりました。おー、タイトルか。そりゃ強くなっていくぞな。うん、当時はやっぱり18年の時は弱かったと思うんだ、はい、だから俺がプロスビで、うん、頑張れオリックス日本一へとかって言ってたわけ、はい、それがもう3連覇してるからね。それでもここら辺が無印だったからそれは弱いよね、はい、で2015年の吉田正尚が 2SS、 わー、代表ね、うん、WBC オリンピックだね、はい、田島、うん、2017年ドラフト1位、うん、こちら 無印から B になりました。お、そして2018年ドラフト2位の頓宮が、はい、無印から SS になりました。一気にランクアップ。えぐくない？やっぱり強いよな、はい、この昇格率がすごいもんね、うん、しかも無印からのジャンプアップ率がすごいから、はい、これはね、やっぱ2018年だとまだね、うん、育成段階っていうのもあったかもわかんないけども、現在強い理由がわかるよね。そうですね、頓宮選手もいきなり首位打者ですからね、うん、でこれでね、うん、杉本とか甲斐の選手も頑張ってるからね、はい、上位がしっかり活躍する中で甲斐も活躍すると強くなるから、やっぱこの30名までの活躍っていうのはね、うん、だって山本由伸もここに入ってないんですよね。入ってない。山本由伸もだって3位じゃないから 4位ですもんね、うん、あれもラッキーだから。はい、あれはだって他のチームが山本由伸1位で取ることができたのに、うん、別に山本より他の投手が欲しかったんでしょ、はい、だからそれはもうその判断が間違ってるっていう、ね、そうですね、うん、だから下位で活躍してる選手もオリックスで多いけど、上位もこんだけ活躍してる、うん、そうそう、だから上位がしっかり活躍して下位もプラスアルファ活躍するからそれは強いよね。強いですね、うん、しかもね数値をどんどん上げていくっていうね、うん、ところ で続いて2019年からね、はい、ここから初めてのやつですけども、はい、1位が宮城、うん、1位AA プラスです。おー、だからまあ1回 WBC 行って10勝以上をまあ2度して新人王だね、うん、はい、これでもうタイトル取ればね、うん、S になるからね、はい、うん、で続いて2位の紅林、うん、こちら S です。おお、あ、そうか、ベストナインか、うん、わ、タイトル取ったんだね、はい、まあでも今年はね打撃も一気に向上して、うん、中島監督が我慢して使ってるんで、しかも開幕スタメン野口だからね、はい、そこをねスタートちょっとつまずいたけども、そこから補ってね、うん、ベストナインで見事に S と、はい、ね、で続いて、村西、うん、無印、うん、でもワンチャンあるけどな、うんうん、B には乗れそうな感じあるけどな、はい、ね、で続いて2020年ドラフト1位山下俊平だ、はい、こちらは10勝もしてないし、うん、規定投球回も行ってないんで、本当だったら無印なんですけども、うん、新人王を取ったということで B プラスになります。はい、はい、新人王でランクがつくという。そう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 、はい、はい、で続いて2位がゲン、うん、無印、はい、で3位が北、うん、期待されてる中ね、本当に、うん、吉田塾通ってね、うん、でまだ無印、はい、で2021年ムクドキレン、無印、はい、ノーヒットノーラン仕掛けてね、やっぱトミー・ジョンやからね、はい、でもまあ今年はね、うん、そこからの復活としてね、育成から試合下になってここで数字が入る可能性は十分あるんでね、うん、はい、期待したいですね、うん、で続いて野口、はい、無印、うん、野口もやっぱ100試合、まず100試合行きたいな、まず B 行きたいですね。あ、まず B 行くためには100試合で、まあでもいいところあるからね、はい、これ B 行く可能性十分あるんでね、うん、そこら辺はもうここから期待、はい、で3位福永、うん、無印、うん、で2022年1位ソタニ、はい、こちら無印、うん、でもまあ今年ね、まあ、1年間やってみて、うん、で今年まあ山崎幸也も抜けるっていうところでは、はい、このソタニね、まあ、終盤使われることも増えてきたから、うん、ちょっと線が細いなっていうね、うん、ところはあるけども、
こっから一気にね来たら、はい、10勝したらいきなり A だからね、はい、来年10勝ありますからね。全然ある、うん、そういったところではこの新しい選手たちもちょっと期待値高いよな。高い、うん、続いて内藤豊、はい、こちらも無印、まあまあ高校生っていうところでね、うん、これ将来性、ね、そうそう将来性を見据えてね、いきなりまだねあの4年後くらいにやるから、はい、これをね、はい、そしたら、うん、うわー無印から S みたいな ね、 いきなりね可能性あるからね、はい、うん、いきなりホームラン王みたいな、うん、で3位、はい、斉藤京介、こちら無印だけど、うん、これも今年来るから、はい、正直ね、うん、だから数年後 B には行くんちゃうかっていう。あ、でもピッチャーの B 難しいからな、規定投球回やからな。40試合ですかね、うん、野手だったら規定打席って言ってるもんだから、うん、野手は100試合登板なのにピッチャーの B 規定投球回厳しいから。厳しい、野手よりも取りにくいですよね、うん、そう、リリーフの40試合は取りやすいけど、うん、先発の規定投球回、だから先発の B って、はい、めっちゃ難しいからね、うん、だから B だったら A の10勝の方が簡単かもしれんな。あ、そうですよね。だって大竹幸太郎投手も12勝2敗してるけど、うん、規定投球回いってないですからね、うん、だからそっちの方がひょっとしたら簡単かも分かんない。でも先に A って可能性もね、うん、あるかもしれないですね。でも残念ながら大竹はどんなに頑張ってもこのスカウト評価には一切入ってない。育成ですからね。育成から3位までの こ, う、ね、これは選手の姿を見るんじゃなくて、はい、スカウトと編成の能力を査定してるっていうところをね、はい、うん、皆さんにね、はい、ちゃんと知ってもらいたいですね。4位以下の選手はこう査定はされないという、ね、うん、はい、そういったところがねこのオリックスの査定になりましたけども、はい、まあ、オリックスはね、うん、前回、2020年にやった時は、はい、S、ね、頂点を見た選手は 14.47%、はい、で、A で、6.58%、うん、だここ20% ね、うん、っていうところになるんで、うん、まあ、約5分の1 5人に1人、5人に、だから2年に1人ぐらいは、うん、まあ、球界のトップクラスの選手を、はい、取れてますよっていうね、うん、で B ランクが 25%、うん、だから全体でいうとドラフト3位までが 46%、うん、だからやっぱ西武に比べると、まあ、西武はね、56% だから、うん、10% 低いっていうね、はい、うん、ところがやっぱり、まあ、最近は優勝してたけどそれまでのね、うん、ちょっと低迷に、うん、繋がってたのかなっていうね、はい、ところもあるし、やっぱ S の選手がね、うん、倍違うからね。そうですね、オリックスは11、西武は22人だったからね、はい、まあ、そういったところがやっぱりちょっとねオリックスの暗黒期がね、うん、ついたところだったけども、はい、じゃあ前回ね2022年までドラフトを加味していくとね S ランクの選手がなんと 17% に増えます。結構増えてますね。そう 3% も、はい、ね、で続いて A ランクの選手が 7.95%、うん、こちらも 1.5% 増えます。おで、B ランクの選手は 22.7% で、全体でいうと約 48%、 あ、ちょっと増えたって感じ。ちょっと増えた、はい、っていうところがねこのでもあの S がね一気に増えてきてるのが、はい、まあ、ここが近年やっぱり強くなってきてるところかなっていうね、やっぱこれ落としちゃうとどんどんね、うん、弱くなっちゃうんで、まあ、そのところで言うとね、まあ、頓宮が SS になったり、うん、宮城が 1AA プラスね、紅林 S、うん、で山下俊平太 B プラスね、うん、であとは吉田が 2SS、まあ、こちらもいなくなったけどね、はい、山崎幸也が A、うん、で宗が SS、 ここ無印からだからね、で若槻が S になったり、やっぱここら辺の成長がねやっぱチームの今主力じゃんね、うん、はい、だからそういったところの増えてるところで出ていかない、うん、まあ、メジャーにね吉田とか出ていって、まあ、来年以降ね山本とか出ていくけども、山本はね入ってないから、はい、ドラフト3位までいる。そうですね、4位でしたからね、うん、そうそうそう、だからここの上の選手たちのねやっぱその頑張りで一気にそのランクがついてる選手が多いからね。そうですね、うん、ランクがついてる選手がまあちょっと増えたじゃないですか割合としても、うんうんうん、でも S が増えてるってことはもともとランクついてたけどさらに成長してるってことですからね。そうだね、うん、でここやっぱねよくなパーセンテージが良くなってるっていうところがね、はい、やっぱり最近のオリックスのね強さの象徴でもあるんで、うん、はい、あとはねこれ30年間まとめてるからちょっとロングスパンで、はい、うん、昔の暗黒時代でパーセンテージが下がってる可能性あるから、はい、これをちょっと近年のね、うん、約10年ぐらいの数値で見てもう一回数字を出してみるとね何か違いが出るかも分かんないんで、そちらはね、うん、最終回になるんで、はい、結構違うかもしれないですよ。そうですね、だからそこら辺はね、うん、ちょっとブロブロってやって、はい、ちょっと数字出してみて、うん、数字を見てね何かこの強い弱いのね、うん、あのところのヒントがあるかなっていうところはね、このスカウト編成能力チェックでね、はい、調べていきたいと思います、はい、オリックスはねこういう感じですね、はい、はい。